はい、皆さんこんにちは、井川直輔です。ということですね、7月以来の更新になると思うんですが、ずっと競馬のデータベースをいじくってきましたね。業務に役立つ方法とかいろんなことを紹介してきたんですが、私の一番やりたかったことは何っていうと、まあ競馬で食っていこう、競馬でお金を稼ごうということを目的にやってきたわけですね。はい、それで、今日はね、たまにね、競馬のチャンネルの方でもね、井川さんって競馬で勝ってるんですかってたまに聞かれるんですけど、ちょっとね、新たな必殺技をね、編み出して、じゃあ今僕が競馬でね、どれぐらいエクセルとアクセスの連携を使って稼いでるかということを実際に皆さんに お見せしたいというふうに思いますね。結論から言いますと、私の回収率というのはどれぐらいかというと、今ここにあります。これね、9月の3日から、突然回収率、まあ、儲けるお金が変わりました。それは何かというと、僕の考えたロジックがまあはまり始めてきたからというわけですね。はい、まあロジックに関しては全部競馬のチャンネルの方で公開してますので、まあ、そちらの方も見ていただければというふうに思います。手の内をどんなに明かしても、もうこれは断言できます、真似は絶対にできないですね。多分、まあ、日本で僕だけって言ったらあれかもしれないけど、エクセルとアクセスの連携を使って昔の馬券本の ロジックをプログラムに書き込んでそれを検証してるだなんていうのは多分日本で僕だけだというふうに思います。まあまあまあね、これねちょっとねマイナスが大きいところもあるんですが、現時点でいくらを稼いでるかというと98,280円。これは100円単位でやってるので、もしも1000円単位でやってるんだらば98万2800円というふうになりますよねっていうことです。もちろんそんな大金は突っ込まないですけど、まあまあ自分の中では満足できている結果ではありますよね。まあこれだけ稼いでるわけですから。そして何も考えない、まあ考えないわけではないんですけど、それほど苦にもならずに、ただ馬券を買っていくとこれだけの儲けが出たということになります。で、今日皆さんにね言いたいことは2つあります。その1つ目がですね、まずねデータベースの、ね、使い方をねみんな知らないんですよ。知らないですね。皆さんアクセスって何に使ってますっていうふうにすると、例えばこういう入力フォームをね、こういう入力フォームを作るとか、まあこういったねフォームを作って VBA を使ってやるとかっていうこと、これはもちろんすごい重要なところなんですけど、これは入り口の問題ね。出口の問題としてみたら何かというと、この一旦入ったデータをいかにして抽出するかっていうことなんですよ。これクエリーで収まれば全然構わないんです。さっきのね収支の収支のクエリーのように簡単な計算でこれができるんであれば全然問題はないです。ただですね、その競馬の大きいデータを、使うにはどうしたらいいかというと、これはもうエクセルを利用するしかないんですよ。例えば、まあ、ちょっと自慢にはなってしまうかもしれないんですが、このレースを見ていただきましょうということですね。はい、どんと。そうすると、この一つの手記レース ID というものから全てのデータをこうやって引っ張ってきてビジュアル化してくれるっていうのがこの Excel のすごいいいところなんですね。はい、今取り組み完了っていう風になりました。で、まあ指標のところにこうちょっと色をつけますと、これもまあアクセスだったらなかなかできないですよね。なかなかできないです。で、これちょっと大きくしてみましょう。このレースを見た瞬間に僕はどこが勝つかという風に思ったかというと、この16番の馬が勝つということをもう確信しましたね。まあ理由はいろいろあるんですけどね。で、ここのところに16番の馬のところに8つってこれ赤くなってますよね。これが7月下旬といいますか、7月下旬からずっとデータベースをいじくってて、この ロジックが勝ってるんじゃないかっていうことをやって見た瞬間にですよ、16番が絶対来ると、じゃあ頭どこかっていうと12、13、3、このどれかであろうなということを、当たりをつけて、まあ、ここのところを厚めにっていうかね、ここを、ちょっと基軸に買っていきましたと。そうするとどうなったかというとですね、このレース結果は、当たりになったんですけど、自分でね馬券のキャプチャーを取るのも全然いいんですけど、いちいちそんな面倒くさくてやってらんないし、日曜日僕は仕事なんでね取れないんですよね。いろいろな事情がありまして、なのでここでやってますよと。それで予想を見るっていう、まあ予想を見るっていうか、まあどうなったかっていうと、
予想を見るっていう風になりますとですね、私の予想としてはここが当たってるんですけど、13番を軸にして16番を買ってましたと。そして、まあ、各100円、まあ、これは鑑賞用でやってるので、まあ、金額は100円にしかしてないんですが、13番16番で80倍がついて8010円の払い戻しができたということになります。投資金額は1200円に対して、8010円のお金が戻ってきたということになります。でこれはもうどういうふうにやってるかっていうと、僕は馬の名前も何も見ないんですね。馬の名前も、まあ、オッズはここでちょっとパッと見ますけど、その馬が どの血統だとかなんとかっていうことはもう一切見てないです。前日にちょっとは見るんですけど、本気で買う、本気でね、本ちゃんで馬券を買うときっていうのはこの指標しか見てないです。わかりますか？この指標なんですよ。この指標を頭の中に叩き込むために、じゃあどういうふうにしてるかというとですね、ここに今、まあ、これ全部僕が考えたわけではないですが、ここの中に、馬券の、ね、取るための数字、判定の数値がいっぱい出てきています。それをどういうふうにするかというと、こういうふうに全部検証表というところで、あそこの表を全部ばらしてって、ここに30近いロジックを突っ込んで検証してるんですよ。で全部で今検証したレースがどれかっていうと、962レース私は検証したということになります。もうすぐ1000レースに行くんですけど、この来る日もですよ。一番上のところっていうのは12月3日から12月3日じゃない、11月からがちょっと始めてくるかと思うんですけど、12月のところからずっとこうやって検証していって、もう1年近く経りますよね。で何をやっていったかっていうと、この指標を来る日も来る日も眺めていたんですよ。でどうやって、眺めていったかっていうと、ただ眺めていてもどうしようもないので、自分に関する、さっきデータベースで出しましたかね、こういうふうに、このレースに関してはこういうコメントを残していくということで、まあこれ62個しかないんですけど、62個のものを自分で気づいて書き留めていったんですよ。当然これは、検索できます。例えば中断断層、ちょっと字も間違えてますね。検索っていうふうにするとここに引っかかってきて、何回見直したか、ね、まあこういうふうに やるとズームボックスが開いてくると。こういうふうにやるとズームボックスが開いてくる。見た回数はここにカウントをするとここに1というふうに入っていく。つまりこれ見直した回数が全部見れるようになってるんですね。でこういう検索フォームを作っていって、来る日も来る日も自分の中でこういうふうに、さっきのね、この図を眺めていって、このパターンの時はこうだな、このパターンの時はこうだなっていうふうに自分で考えてます。ここでなんですけど、まずエクセルだけで競馬の予想してる方多分絶対儲かんないです。こういうことは多分してないはずですからね、してないはずです、それから、何回か動画で言ってるんですけど、大学のなんかね、プログラムをなんかすっげー勉強してて、 Python で機械学習をさせて馬券を買ってるっていう人、まあ、実は儲けてる人もいるかもしれません。多分そういう人は動画とかアップしないと思うんでしょうけど、検証してる動画に関してはほとんど当たったこと見たことないですね。それは何でかっていうと、馬の競争能力とか、例えばこの間買ったリバディアアイランドとかね、ああいう馬のその能力値とかを数値化させてやって、機械学習をさせてやるとかっていう風にやってるんでしょうけど、僕ね、それね、意味がないと思いますね。勝ってる人がいたら ごめんなさい。これは僕の理論とはちょっと反するので、まあ、アンチのコメント来ていただいても全然構わないんですけど、リバティアイランドとかって頭のいい馬だと思うんですね。多分ね、勝とうと思って勝ってるんですよ。ああいうすごいね、レベルの高いレースに来る子、出てくる馬っていうのはね。だけど、普通の馬って馬ですから。でどんなに人が20丸を打ったからって言ったって、馬が走りたくねえと思ったら、それは走りませんよっていうことですよね。そう思いませんか？競馬に関してのプロ中のプロ、ね、ジョッキーがいて、その馬を調教する調教師がいて、この馬だったら今日勝てるだろうと思ってるのは、それは人間の思惑であって、馬がどう考えてるかっていうのは、これはまた別だと思いますね。なので馬がちゃんと、馬を見れる能力がないとちゃんとダメだと思うんですけど、このオッズっていうのは人の思惑が入ってるものなんですよ。そうですよね。
人の思惑が入ってるもの。だからこれ人気って勝手に人につけた、人が決めた人気なんですよ。だから別に有料の会社じゃなくたって株価は上がりますよね。だって投資家がその株を買っていけば絶対上がるんだからじゃないですか。これを僕株あんまり詳しくないんですが、スイングバイって言うんですかね。人の、なんだろう株価の上昇の気持ちに乗っかってなんか株を買っていくのを確かスイングバイとかなんとかって言った気がしたんですけど、まあその辺はちょっとわからないですけどね。っていう風にしてやっていくと、ここの 目印ってまさに人の思惑なんですよ。これ人の思惑で、ここっていうのはどんな馬が出てこようが、どんなに血統のいい馬がいようが、人間である限りこの指標は絶対に変わらないと思います。だから機械学習をさせるんだったら、このオッズパターンを機械学習させれば僕は無敵になるんじゃないかなというふうに思ってますね。僕にはそのスキルがないのでできないですけど。で、これを復習するために何度も何度も見てきたわけですよ。分析したのが962レースですけど、多分このオッズパターンに関してはもう3000回ぐらい以上見ていますね。で、もう一個何が重要かというとですね、これも重要なんですよ。皆さんね、これね、ちょっとね、あんま分かってないと思うんですけど、これで、これで私のね、手帳のものなんですけど、要は、もうね、これ書き殴ってるんですよ。字が汚くてね、見えないかもしれないけど、これは僕のノートなので全然構わないじゃないですか。僕の手帳なんで僕しか見ないんでね。で、一番上の2023年の8月5日、新潟にレース、前半に断層はないが、1、2番人気がブレていなければ信用してもいいのではないかと。で、これは統計でやるというふうにして、これは実際に統計を取って、その962レースの中で検証していくということで、このロジックを全部アクセスに突っ込んでいくんですよ。わかります？アナログをバカにしてはいけないんですね。データベースの ロジックっていうのは、人間がひらめいたものっていうのはその時に書き込めないと忘れちゃいます。よほど印象の残るものではない限りすぐ書き留めないと。俺も52なんで、若いお兄ちゃんお姉ちゃんなんかよりも全然記憶力が確かに下がってるのは事実だから書き留める。それを見て、またレースのオッズパターンを見て、どうなんだこうなんだっていうことを検証していって、約1年ぐらいかかって、そしてさっきお見せしたようにですね、収支が、98,280円っていう風になりましたということですね。はい。だからExcel とアクセスを使って、まだ1ヶ月ちょっとしか、新しく考えたロジックっていうのは成り立ってはいないですけど、まあ、これが2ヶ月3ヶ月続くようであれば、まあマジで会社は辞めますね。競馬1本で食って言葉しないけど、もうちょっとね、時間を緩くして働きたいなというふうに思います。どうですか？ね、Excel だけでは勝てない理由っていうのは、その自分が過去にやったことをちゃんと記録していないとダメなんですよ。で、記録するためには何かっていうと、とりあえず何でもいいので、さっき見たいに、さっきみたいにね、これはコメントって言って、これが僕のコメントを全部入れてってるということになります。で、レース傾向っていうのは、これもレース傾向で、僕がこのレースを見てどう思ったかっていういろんなフラグを立ててます。ただ私がバカだったなって思うのは、このね、レース傾向に関してレース ID を入れなかったっていうこと、もうここがバカですね。散々式を設定しろとかなんとかって言っても、ただ収支表だけ作ればいいよと思ってレース ID をおろそかにしたんですが、まあそういうことが失敗につながってます。だから俺はバカなんだなっていうふうに思うんですけどね。で、思いついたらなんですけど、いいですか、思いついたらもうとりあえず何でもいいからデータベースにしてしまうっていうことです。私が今例えば作ってるのっていうのは全部でどれぐらいあるのかなというと、まあ、血統というフォルダーの中にもこれだけのものが入って いますね。で、全部で作ったツールっていうのは、もうアクセスの中にこんだけあってて90個以上になるんじゃないですかね。競馬のデータをよりよく早くやるために、ここをクリックしたらアクセスが開いてとか、フォルダーとかっていうのを全部やって、これだけをやってまだ井川さん勝てないんですかっていうふうに
思われる方いらっしゃるかもしれないですが、勝てないですね、私バカなんで。でも事実の積み上げを一個一個していくことでね、検証用のデータベースを作れば、こういったことに、こういった、まあ、お金をね少々儲けることはできるというふうに思います。これがデータベースの醍醐味なんですね。会社の仕事なんか面白くもなんともないですわ。決められたものに関してちゃんとやっていけばある程度のものは出来上がる わけでしょう。でも競馬っていうのはその事実を記録したからっつって、その事実から何を読み取るかっていうことをしないとダメなんですよ。 もちろん会社もねそういうことをやんなきゃダメなんでしょうけど、まあ、会社よりははるかにこのデータベースの方が面白い。やってった結果いいですか、やっぱ1000レースぐらい検証しないと多分ダメだと思います、ね、1000レースやった結果、まあ、1ヶ月半で98,280円ですか、ね、あとはもうあとは私との資金力の問題なんで、これをやっていけばいいということになります、ね。競馬のデータベースを勉強されている方ね、いらっしゃると思うんですが、ぜひ自分でやってみてください。くじけてもくじけても自分なりのロジックをデータベースで固めることによって必ず競馬で儲けることはできると私は思ってますね。競馬人口の 2% ですから、 2% どれだけいるかは知らないけど、多分1000人か2000人ぐらいはいるでしょう。その中にも1人に入れないわけがないですね、それはもう馬券を買ってワイワイ終わりでやって終わってる人か、検証してるとしてもその検証の仕方が甘いっていうことになります。はい、いかがでしたでしょうかね。これからね、冬に向けて大きいレースがいっぱい出てくるので、まあ明後日ですか、菊花賞があるんですけど、あまりね僕ね人の予想をねこうね公のものを使ってやるのは嫌なんですけど、まあちょっとね今何人、サブチャね990人なんですよ。1000人目指すためにねちょっとね自分のねオリジナルの予想を公開しておこうかなと思いますので、まあご期待ください。はい、またねデータベースの作り方とかねいろんなことがあったらちょっと紹介したいなというふうに思いますね。もうね飽きましたよ正直。もう PBA とかっていうのはね飽きましたね。なので、まあ、それはね他のチャンネルでやってるんで、そっち見て参考にしていただいた方がいいかと思います。私はね、今度はもう競馬をね、競馬というかデータベースをいかに実践的に作るやるかっていうことをねちょっと皆さんに紹介していきながら、チャンネルは細々とやっていきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。はい、では今日はこの辺で失礼します。さよなら。